どうぞ。じゃあお金入れるね。ゲームをするときは画面に近づきすぎないように注意してね。ほら、画面を持ってない。あのカード、あれ。スーパーヒーローライセンス。それそれそれ。ここに入って。まだまだ。ここ、やばい。この外側、外側、外側。開けて。ヒーローライセンス。ヒーローライセンスはまだ新しい店だ。詳しくアバタデータを作るか、どうする？旧シリーズのドラッグヒーローとのデータを引き継ぐことができるぞ。おめのポイントを登録してバトルしてみねえか。新しくデータ登録真ん中。そのデータを作ると、はい、このデータ真ん中でいいよ。もうちょい違う。種族を選ぶって。いや、違う。下画面をタッチして種族を決めんだ。種族によってヒーローアバターの特性が違うぞ。よく考えて選ぶんだぞ。
がっかりな残念。快速モードをオンにするとバトル中の演出を早くすることができると、快速モードは一人で遊ぶを選んだ時だけ有効だ。200円入れたの？200入れた？緑と青のボタンを同時に押すと、押している間はバトルの演出が速くなるぞ。下画面のプレートをタッチして選んで。あれ、アバター選んだ？そのアバター、それでアバター選んだ？アバター選んだよ、この中。その、それよ、それ。その、うん、そのカード。それでヒーロー選んだ？選んだよ。ああ、選んだんだ。マジンタイプ。ああ、ヒーロータイプだ。あの真ん中のやつ？ああ、そうなんだね。タイムパトロールの腕の見せ所ね。新しくなってる。そうそう、今日から新しいんだよ。貴様、宝箱。お助けチケットを使うと、あとこのミッションに来るなら、このミッションではメテオバトルで遊べるぞ。このミッションではメテオバトルで遊べるぞ。このミッションではメテオバトルで遊べるぞ。Yeah.
終点チャンス発生。
だっけ、アバターとか、ニューって書いてあるやつでいいんじゃない。エクスプローションを覚えた。誰が覚えたの？これ。あ、それが覚えたの。技？あ、うちのこれ出るのかな。やつは集めた。お前たち、もうちょっと。さあ、こいつらに。もう一回遊べるの？彼らは私の分裂体が変身した姿です。いろいろな時空を飛び回っているとね、いろいろな方が彼らを吸収し能力を得て、私は力、私がまたね、スタジアムの強敵アップルを披露します。待って、はい、ちょっと待って、強敵アプリを付与します。よろしければ、はい、はい、でいいんじゃない。あ、読めなかったよ。読めないから。めっちゃいるんやけど。デイリーランキング、お、ナンバーワンじゃん。なんで？みんなまだ遊んでないからでしょ。多分。わかんないな。よし、じゃあ次やってみるか。またやろう。はい。次やろうか。次やってみましょうかね。あ、もう？